皆さん、こんにちは。エルサです。大家好、我是エルサ。皆さんは、休みの日は何をしますか？私的には、一日中、家でゴロゴロするのがやっぱりいいですね。ゴロゴロ。我们在学习日语当中呢、会发现、日语中呢、有很多类似于像、ゴロゴロ、这样的词。那这种词呢、在日语中有一个专业的称呼叫做、オノマトペ。オノマトペ，那这个词呢，听起来可能会有一点生僻，那指的就是模仿自然界中的人、动物的声音以及物体的状态、物体的动作的词。这种词呢叫做オノマトペ。那オノマトペ呢又会分为两种，一种呢是拟音语，擬音語，一种呢是拟态语，拟態語。那拟音语呢，顾名思义就是自然界中的人啊，或者是动物、物体发出的声音的这种词。比如门口有一只小狗，犬はワンワンと鳴く。那擬態語呢，就指代的是物体的状态以及物体的动作的这种词。比如别人送了你一个生日礼物，ワクワクしながらプレゼントの箱を開けた。那经过这样的介绍，大家是不是对オノマトペ这一类的词呢有了初步的了解呢？那今天的影片呢，我们会介绍给大家50个日常生活中呢非常常见到的拟音语、拟态语。那每一个词呢也会附上相应的例句，希望能够帮到大家。那么开始今天的学习吧。ニコニコ，微笑。ニコニコ。誰にでもニコニコして、あの子って八方美人ね。他对任何人都笑呵呵的、真是八面玲珑啊。誰にでもニコニコして、あの子って八方美人ね。イライラ、烦躁、坐立不安。イライラ。隣の部屋がうるさくてイライラする。隔壁房间很吵，让我觉得很烦躁。隣の部屋がうるさくてイライラする。ワクワク，期待、兴奋不已、欢欣雀跃。ワクワク。明日は遠足でワクワクしている。明天去郊游，我很兴奋。明日は遠足でワクワクしている。ギリギリ，刚好，勉勉强强。ギリギリ。走って行ったらギリギリ間に合った。跑着过去，勉勉强强赶上了。走って行ったら、ギリギリ間に合った。たっぷり、充分、很多、足够。たっぷり。次の電車まではまだたっぷり時間がある。距離下一趟電車还有充足的時間。次の電車まではまだたっぷり。時間がある。どんどん。一、表示不断敲击物体发出咚咚声。ドアをどんどんと叩く。咚咚的敲门。ドアをどんどんと叩く。どんどん。二、表示事物不断的进行。日本語がどんどん上手になる。日文越来越好。日本語がどんどん上手になる。ゆっくり。一、表示慢慢的。もっとゆっくり話してください。请再说慢一点。もっとゆっくり
話してください。ゆっくり。二、表示舒适的。どうぞごゆっくりなさってください。请您好好放松。どうぞごゆっくりなさってください。びっくり。吃惊、惊讶。そのニュースを聞いてみんなびっくりした。听到那个消息后大家都很吃惊。そのニュースを聞いてみんなびっくりした。ドキドキ。心扑通扑通的跳。紧张。ドキドキ。好きな人が隣の席に座ったのでドキドキした。喜欢的人坐在我旁边。我的心扑通扑通的跳。好きな人が隣の席に座ったのでドキドキした。ぼーっと。茫然发呆迷迷糊糊。ぼーっと。寝不足で授業中ぼーっとしてた。因为睡眠不足上课时昏昏沉沉的。寝不足で授業中ぼーっとしてた。ペラペラ。流畅的讲外语。ペラペラ。彼は日本語がペラペラだ。他日文很流利。彼は日本語がペラペラだ。ぐずぐず。もも蹭蹭。ぐずぐず。ぐずぐずしていると間に合わない。再もも蹭蹭就赶不上了。ぐずぐずしていると間に合わない。バラバラ。分散、七零八落。不一致。バラバラ。この問題についてみんなの意見はバラバラだ。关于这个问题大家的意见不一致。この問題についてみんなの意見はバラバラだ。はっきり。清楚、明确。はっきり。言いたいことははっきり言って。你把想说的话说清楚吧。言いたいことははっきり言って。ペコペコ。肚子很饿。ペコペコ。お腹がペコペコだ。肚子好饿。お腹がペコペコだ。じっと、一动不动聚精会神。じっと、相手の顔をじっと見ている。一动不动地盯着对方的脸看。相手の顔をじっと見ている。がっかり、失望、灰心、沮丧。がっかり。料理がまずくてがっかりした。菜很难吃我有些失望。料理がまずくてがっかりした。ニヤニヤ。不出声的笑。ニヤニヤ。何？ニヤニヤしちゃって。怎么啦？在那边偷笑。何？ニヤニヤしちゃって。そっくり。非常像、几乎一模一样。そっくり。山田さんは母親とそっくりだ。
山田和母亲长得几乎一模一样。山田さんは母親とそっくりだ。ぴったり。正合适、恰好。ぴったり。靴のサイズがぴったりあった。鞋子的尺寸正好合适。靴のサイズがぴったりあった。キラキラ。闪闪发光。キラキラ。空の星がキラキラ光る。天上的星星闪闪发光。空の星がキラキラ光る。ほっと。松了口气、放心。ほっと。試験に合格してほっとした。通过了考试、松了口气。試験に合格してほっとした。さっぱり。一表示清爽、干净利落。さっぱり。シャワーを浴びてさっぱりした。洗完澡感觉很清爽。シャワーを浴びてさっぱりした。さっぱり。二、表示完全不。難しくてさっぱりわからない。太難了、我完全不懂。難しくてさっぱりわからない。さっぱり。三、表示食物味道清淡。今日は暑いのでさっぱりしたものが食べたい。今天天气热、我想吃点清淡的东西。今日は暑いのでさっぱりしたものが食べたい。バタバタ、慌慌張張、忙作一团。バタバタ、忙しくてバタバタしている。我忙成一团。忙しくてバタバタしている。サラサラ。一、表示相互接触发出的沙沙声。サラサラとサインした。刷刷的签了字。サラサラとサインした。サラサラ。二、表示清爽、飘逸。彼女の髪はいつもサラサラしている。她的头发一直很飘逸。彼女の髪はいつもサラサラしている。ピカピカ。一、表示发光锃亮。ピカピカ。毎週、車をピカピカに磨いている。每周我都把车擦得闪闪发光。毎週、車をピカピカに磨いている。ピカピカ。二、表示全新的。来月からピカピカの社会人だ。下个月开始我就是一个全新的社会人了。来月からピカピカの社会人だ。のんびり。轻松愉快、悠闲自在。のんびり。休みの日はのんびりと過ごしたい。休息日我想轻松一点。休みの日はのんびりと過ごしたい。こっそり、悄悄的、偷偷的。こっそり。
母の誕生日にこっそりとプレゼントを用意した。母亲的生日我偷偷准备了礼物。母の誕生日にこっそりとプレゼントを用意した。うんざり、厌烦。うんざり。宿題が多くてもううんざりだ。功课太多我已经受够了。宿題が多くてもううんざりだ。ぐるぐる。一圈圈的。ぐるぐる。風車は風でぐるぐる回っている。風車被風吹得转圈圈。風車は風でぐるぐる回っている。ざっと。大致大概。ざっと。出席者はざっと500人だろう。出席人数大致500人吧。出席者はざっと500人だろう。うっかり。不小心大意。うっかり。うっかりして降りる駅を乗り過ごした。一不小心坐过了站。うっかりして降りる駅を乗り過ごした。ブラブラ。一表示摇晃、摇动。ブラブラ。電気の紐がブラブラ揺れている。灯绳摇摇晃晃的。電気の紐がブラブラ揺れている。ブラブラ。二、表示闲逛溜达。街をブラブラ歩くことが好き。我喜欢在街上溜达。街をブラブラ歩くことが好き。ブラブラ。三、表示无所事事。彼は仕事もせず、毎日ブラブラしている。他每天不工作、无所事事。彼は仕事もせず、毎日ブラブラしている。ぎっしり、満満的。ぎっしり。今週は予定がぎっしりで大変なの。这周安排的满满的，很辛苦。今週は予定がぎっしりで大変なの。ボロボロ、破破烂烂，破烂不堪。ボロボロ。友達に貸した本がボロボロになって帰ってきた。借给朋友的书还回来的时候变得破破烂烂的。友達に貸した本がボロボロになって帰ってきた。さっさと。三下五除二、迅速的。さっさと。いらないものはさっさと捨てなさい。不需要的东西快点扔掉。いらないものはさっさと捨てなさい。ゴロゴロ。一、表示雷声轰隆隆。ゴロゴロ。雷がゴロゴロ鳴り出した。雷声轰隆隆响起来了。雷がゴロゴロ鳴り出した。ゴロゴロ。二、表示无所事事。休みの日は家でゴロゴロしている。休息日在家无所事事。
休みの日は家でゴロゴロしている。パッと、突然一下子。パッと、パッと見て決めた。我看了一眼就决定了。パッと見て決めた。うろうろ、徘徊转来转去。うろうろ。怪しい男がこの辺をうろうろしている。一位可疑男子在这附近徘徊。怪しい男がこの辺をうろうろしている。ネバネバ、黏黏糊糊。ネバネバ。ネバネバした食べ物は体にいい。黏黏的食物对身体有好处。ネバネバした食べ物は体にいい。きっぱり。態度坚决的、干脆的。きっぱり。お酒をきっぱりやめよう。干脆把酒戒了吧。お酒をきっぱりやめよう。めちゃくちゃ。一、表示不合理、一塌糊涂。めちゃくちゃ。この映画のストーリーはめちゃくちゃだ。这部电影的故事情节乱七八糟。この映画のストーリーはめちゃくちゃだ。めちゃくちゃ。二、表示很高的程度、相当怎么怎么样。大学に合格してめちゃくちゃ嬉しい。我考上了大学太高兴了。大学に合格してめちゃくちゃ嬉しい。つるつる。一、表示表面光滑有光泽。つるつる。どうしたらつるつるの肌になれますか？怎样才能变成光滑有光泽的肌肤呢？どうしたらつるつるの肌になれますか？つるつる。二、表示表面光滑容易摔倒。廊下が濡れてツルツルしている。走廊湿湿的容易滑倒。廊下が濡れてツルツルしている。そっと、悄悄的、偷偷的。そっと。具合が悪くなって、そっと教室を出た。身体不舒服、悄悄出了教室。具合が悪くなって、そっと教室を出た。ふと、猛然、不经意。ふと、ふと気づいた時には、もう5時だ。我猛然回过神来，发现已经五点了。ふと気づいた時には、もう五時だ。すっかり、彻底、完全。すっかり。風邪はもうすっかり治った。感冒已经完全好了。風邪は、もうすっかり治った。ぐっすり。熟睡、酣睡。ぐっすり。子供がぐっすりと寝ている。小孩子睡得很熟。子供がぐっすりと寝ている。そろそろ。
就要怎么怎么样，快要怎么怎么样。そろそろ。もう遅いから、そろそろ帰ろ。已经很晚了，回家吧。もう遅いから、そろそろ帰ろ。パクパク。大口大口吃，狼吞虎咽。パクパク。ご飯をパクパクと食べている。大口大口的吃着饭。ご飯をパクパクと食べている。ごくごくと、咕嘟咕嘟的喝。ごくごくと、喉が渇いて、ごくごくとビールを飲んだ。非常口渴、咕嘟咕嘟的喝了啤酒。喉が渇いて、ごくごくとビールを飲んだ。はい、今日の授業は終わり。好，今天的课程呢就到这里啦，感谢大家的观看。希望通过今天的学习呢，大家对拟英语、拟泰语呢有了一些初步的学习。好，如果你喜欢这影片呢，请帮忙订阅、关注、点赞。那我们下次再见喽，また次回お会いしましょう，拜拜。